第3回「劇目たる思い」「劉備様、ここにいる25人の方々と中山に来てください。あなたに私の雇っている300の兵隊を指揮してもらえたら、こんなに心強いことはない」「中山の大将人、超聖兵は、劉備玄徳の才と人柄に感銘を受け、傭兵300をその手に預け、商いを守ろうとしていた。 約束します。漢の王朝で千のの兵を指揮する武将以上の待遇をさせていただきます。朝政兵殿、私は二十四歳の若そうです。なぜそのような破格の扱いをなさるあなたと二十五人の方々は馬泥棒や盗賊団を打ち破り、命がけで私の六百頭の馬を連れ帰ってくださった。真偽を守ってくださった。申し訳ない。 私は馬を運ぶ仕事をしたばかりですぐ雇われるというのは雇うなどと客のつもりで来てください三百機の兵はあなたのものです私には荷が重すぎますだわむれよあなたは中山勢を竜将の公へたるお方じゃありませんか少々思うところもありまして劉備様あ,あ私よりこちらのお二人はいかがですか 関雲長と張飛翼徳という方々ですが、こりゃ驚いた。突然こっちに降ってきて、この人抜け目のないところもあるんだ。そりゃもう私など黒べ物にならないほどの豪傑です。ま、俺は生まれた時から暴れ物で。何が真偽か心得ておられる方々です。あなたの600頭の馬も、お二人の力で運んでこられたようなものです。 確かに。うん。いやうん。我らは武辺一辺倒で、まあ確かに力はあるが、その使い方がよくわからん。皆、劉備殿の指図があったればこそです。そうそう、そうそう,そう、買う兄貴の言うとおり。はははは恐れ入りました。皆様ご謙遜で。<laughs> いやいや。まあ、今夜は馬か無事に届いたのが祝いの席。 あまりしつこくしゃしては失礼にあたりますので。しかし、決して諦めたわけではありませんぞ、劉備様。カウン様も、上位様も。長生兵は、その場はそれで切り上げたが、これでまた劉備玄徳という男はわかりにくくなった。たとえ傭兵とはいえ、300の兵を持てば、 武将として世に出られる。先々のためにも大聖人長生兵を後ろ盾にした方が得だ。この人は一体何を考えているのか。長生兵が劉備たちに用意した宿から一丁ほどのところに草地が柵で囲んである。取り戻してきた600頭の馬はそこに休ませてあった。好機が柵にもたれて。 劉備の持ってきた豚肉と酒をうまそうに口に運んでいた。よく一頭残らず連れてこられたもんだ。コウキ、お前のおかげだ。い,いえ、私はできることを申し上げて、あとは先生のお指図通りにしただけで。もう夢みたいです。臆病者の私があんな戦いの場で働けたなんて。やっぱりここでしたか。張人殿。 殿も一緒か。ああ、傷を負った馬の手当てだって。はい。馬をよくしてるのだな。六百頭の馬の扱い、実に見事だった。本当だ。目ん玉がくるめいたぞ。わ、私は馬が好きなだけです。先生、流れ屋を受けた馬がまだ二頭ほどいますので。ああ、行ってやりなさい。では。変なやつ。人より馬の方が好きだなんて。調皮 しかしあの男を連れてきた劉備殿は確かに大将の器をお持ちだぞ一人で数百の兵の働きをしたようなものだああすごいな俺も真似しなくっちゃ <laughs> そうどたるなところで劉備殿さっきは超聖兵殿の申し出をなぜ断りなさった悪い話じゃないと私は思ったがなまったくあんたの気がしねえよいささか思うところがあって それは心に秘めていることなのだ人には語りたくないならば聞くまいしかし劉備殿は無欲だな学者のせいかなとんでもない私が学書などとだけど後期も直属の6人もみんな先生と呼んでたじゃないか私は露宿文科で地と軍学を学んだのでな後期たちに兵の動かし方などを教えてはいるが それでうまいこと山賊たちを退治したわけだあの時の策は味方だったなカムニキうんあれ以上の策は俺にも思いつかんなしかし劉備殿はあの時震えていたなそうそう震えてた俺も見たあれは武者震いかハハハハハハ違う違う震えていたのは初めてだったからだハハ <laughs> 戦いの場に臨んだのが戦の経験がなかったそう何？あれあれが初めての戦だってないや驚いたなしっかり騙されたよ兄貴俺たちは戦もしたことない男に顎で伝われたんだぞはははまったく見事な騙しようだいや誰も聞かなかったのでいや それでもやっぱり騙したことになるんだろうなすまなかった <laughs> 君たち本当に超生兵殿に雇われてみちゃどうだ確かに悪い話ではない実は私らもごめんです商人の傭兵になって盗賊の相手ばかりじゃ退屈でいけない何かかけるものが欲しい 私も弟もそう思っている。生涯をかけて何かをやり抜く。それが男というものではないのか。初めから安寧を求めていたら腹わたが腐ってしまうわ。私もそう思っている。それで、劉備殿はこれから故郷の宅家に戻って、なりわいに戻るつもりだ。んなりわいというのは<ん>むしろ追って売ることだ。なんだと むしろりさ、父を早くいなくしたので母がむしろをって私を育ててくれたのだちょい、俺たちもタッケへ行こうえー、そのむしろ折をとくと拝見するんだ結局みんな一緒にタッケへ帰った弟子たちだけではなく他の者までいつの間にか劉備を信用するようになっていた 劉備は言っていた通り、むしろを降り始めた。一日に一度は、むしろを背負って売り歩く、劉備の姿を見かけていた。あとは、コーを相手に書物を読んで聞かせるぐらいだ。コーを帰り道で捕まえて、劉備殿のひそかな夢のことを尋ねてみたが。夢の話なんか、先生したことないな。そうか、お主はどうだ夢はないのか。ある。 国一番の馬飼いになりたいうん。それじゃダメですかいやー、立派な夢だ。羨ましいぞ。そうですか。頑張ります。うん、では、馬泥棒を頼む夢のためか。はい、とても役に立ちました。うん。怖かったんですが、強くなりたかったから。男は強くなければならないって先生がいつもおっしゃってるから。<laughs> 惚れているんだな。劉備先生に。 まるで女に惚れるように。違います。好きな女います。ああ。<laughs> そうか。好きな女がいるのか。はい。私が女を遠くから見てるだけなんで、先生は私に勇気をつけようとして、戦の場に連れて行ったのだと思います。勇気はついたかはい。宅家に帰ってすぐ女に気持ちを伝えました。それで。 向こうも嫌いじゃなかったとそれはいい。この村の中鍛冶屋の娘です。鍛冶屋の娘か。よかったな。ははっだんだんイライラしてくる。劉備玄徳という男が優れた武将で、真偽を守る人で、人たらしだということはよくわかった。なが、 肝心要のあの人を支えているものがわからないそれに俺はまだなぜこうもあの人にこだわっているのか。